日向坂46斉藤京子が7日に放送されたテレビ朝日系、キョコロヒー、毎週月曜夜11時45分、今回は11時50分に出演。ロケ中にファンの少年たちに神対応かつ斉藤らしさあふれる対応を見せた。この日、番組企画で、斉藤京子やりたいことロケ、そして憧れの、お笑い芸人、加納栄光と巣鴨地蔵通り商店街へ行った斉藤。ロケの極意を加納に、とにかく街の人に絡んで取れ高を稼ぐ、と説明され、大福は白い粉を存分に顔につけて食べる、などとためになるようなならないようなレクチャーを受けると、わざとらしい、と言いながらも斉藤は素直にメモした。ロケ中に、熱い視線を送る少年たちと遭遇した斉藤と加納の二人。加納が、お兄ちゃんどうしたの?と尋ねると、ちょっとやばいです、と激しくもじもじした少年は、大野斉藤ファンなのだという。どんなところが好きなの?ちゃんと伝えないと、と加納が言うと、声が、出ないです、と言い、大好きです、と精一杯の声を出した少年。にっこりと笑顔を見せた斉藤は即座に、私も大好きです、と、ハートマークを手で作ってポーズした。斉藤からの、告白、にもだえ喜ぶ少年たちだったが、斉藤はすかさず、日向坂46の8枚目シングル、月と星が踊るミッドナイト、が10月26日にリリースされます。ぜひお聞きください、と PR、ファンの少年たちが、もう予約しました、と返答すると、ええー。すごい。ありがとうございます。とファンからの嬉しい言葉に斉藤はとびっきりの笑顔を見せた。ネットでは斉藤の対応に、ファンへの愛情感じる、まさに神対応、正のハートポーズとか優しすぎる、と絶賛の声が。さらに、少年と変わりたい、もじもじ少年羨ましすぎるやろ。と少年を羨ましがる声も多数あった。